兄ちゃん行くよ。お兄ちゃんよろしく。それじゃあね。この新しいメニューなんだけど、試してみた？じゃあ頼んでみようかな。うちでは時々食べてたよね、マフィン。 SAO の料理って現実とは結構かけ離れた味がしたりするから、どうしようかな。何よそれ、まずかったらキリト君の料理と交換ね。リーファさんとパパは本当に仲がいいんですね。え、そうかな。二人だけの気やすい距離感があるよね。キリトが一番打ち解けてるのってやっぱりリーファなのよね。ちょっと羨ましいです。やだな、みんな兄弟って言ってもいいことばかりじゃないよ。お互いのいいところも悪いところも全部筒抜けだし。でもそれを差し引いても羨ましいですよ、その仲の良さは。仲の良さですか。それじゃあ試しにみんなでパパの妹になってみたらどうでしょう。それってどういうこと？だからリーファさんを真似てパパの妹として振る舞ってみるんです。そうすればみんなリーファさんと同じくらいパパと仲良しになれるはずです。なるほど、要するにごっこ遊びってことね。面白そうかも。きっと楽しいですよ。私もママもリズベットさんもシリカさんもシノンさんもみんなパパの妹さんです。あ、リーファさんはご指導をお願いいたします。私が指導？私たちはパパの妹初心者ですから、ちゃんと妹ができてるかベテラン妹としてチェックしてください。うん、分かった。そういうわけでお兄ちゃん、これからよろしくお願いします。私も一応リアルで妹なんだけど、キリト君の妹だとどんな感じかな。キリトお兄ちゃん、ダメダメです、恥ずかしすぎます。お兄ちゃん、お兄ちゃんか、兄貴の方が恥ずかしくないかな。キリトお兄ちゃん、宿題でわからないところがあるの。とか、
どうでしょう。本当ですか？やりました。なるほど、私も向こうに戻ったらやってみよう。お兄ちゃん、今日は一緒に寝ましょう。ちょっとゆいちゃん、妹はお兄ちゃんと一緒には寝ないんだよ。あれ、そうなんですか？まあ、小さい頃はそういったこともあったけど。お兄ちゃんはパパがお兄ちゃんに変わっただけというか。もう難しいです。もっと妹の情報を集めなくてはいけないですね。ちょっと兄貴、あたしという可愛い妹をほっぽって他の子にかまけてるってどういうこと？ほらほら兄貴、可愛い妹の肩もんでおやつをご馳走して。心を込めて妹を可愛がれ。苦しゅうない、苦しゅうない。私いつもそんな風に見えてるの？にゃ、私がこうしたいだけ。ダメですよ、妹になるのが目的なんですから。今妹のあるべき姿の情報を集めてきました。もっと素直にお兄ちゃんを好きな気持ちを表現してください。お兄ちゃんを好き？妹というものは寝坊したお兄ちゃんを起こしたり、毎朝お弁当を作ってあげたり、何もないところで転んだりするものなんです。そしてお兄ちゃんのお嫁さんになりたいと思っているんですよ。そうだったの？ない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 、そんなこと絶対ないから。それじゃあリスベットさん、もう一度頑張ってみてください。もうしょうがないわね。お兄ちゃんごめんね、私が体が弱いばっかりに、お兄ちゃんに迷惑ばっかりかけて。そういう設定なの？お兄ちゃん、もし私が今度の誕生日を迎えられたら、その時は私のことお嫁さんにしてくれる？私たち兄弟だけど、お兄ちゃんのことが好きなんだもん。ダメかな？ダメに決まってるでしょ！何やってんのよリズ。いや、なんかやってるうちに楽しくなってきちゃって。リズベットさん、素晴らしい妹でした。なんかだんだんよくわからない展開になってきてる。ほら、お兄ちゃん注文してたチーズマフィンが来たよ。食べる？それ
それからチーズケーキも頼んであるよ。来たら一緒に食べようね。お兄ちゃんはケーキに目がないもんね。今度うちでも作ってあげる。好物で釣ってる。見事な妹だと思います。キリト君が望むなら私はこれからずっと妹になってもいいよ。さあ残るはシノンさんだけですよ。勇気を出して妹になってください。やっぱり私もやるのね。まあいいわ。お兄ちゃん、こんなにたくさん妹がいるけど、どの妹が一番好き？そんなに驚かなくてもいいじゃない。教えてよ、お兄ちゃん。私も気になります。誰が一番ですか、キリトお兄ちゃん。そりゃあ私の迫真の演技でキリトもメロメロよ。でも演技じゃないですか。まあそれを言っちゃ全員演技なんだけどね。それはまあそうですけど。お兄ちゃん、そんなのずるいです。何よ、ちょっとつまらない結論じゃない。キリト君、まあそりゃそうね。でも恋人にならなれるわよ。あ、キリトの場合はアスナがいるから愛人か。愛？愛人、愛人って何ですか？あ、やば。愛人は友人よりも仲良しですか？今度は愛人をやってみましょう。愛人って、キリト君の、愛人？リズ、ユイちゃんに変なこと教えないでよ。ごめん。さあパパ、今度は愛人ですよ。